こんにちは、チョメです。いつも通りレベル上げて器用さに全振りします。借りてたんでね。で、今日は何をやるかというと、クエストで、蝶々からのお願いが追加されてました。これ、さえずる鳥のように、蘇った男、天空の島の小さな村、ギガガビトと月影の少女、騒がしいエンジンをやっていきます。だからこれはあれかな？普通に、木漏れ日の森行けばいいのかな？じゃあちょっとカットしますね。はい、カットー。チョメです。蝶々からのお願い、こっちからやることにしました。こんにちは。お、よく来たな。今ちょうど女神様の船の部品を調整してたところよ。ウラトビスさんたちにもお手伝いいただいているんですね。クルブルクのヒューズさんから依頼されてね。世界を救うために力を貸してほしい。なんて言われたから断るわけにはいかないでしょ。木の上じゃできない作業もあるからな。手間ではあるんだが、一部の部品はここで整備してから。木漏れ日まで持ってって組み立ててんだ。もう大変だね。古いものだからどんなボロボロなものが出てくるかと思ったら、私たちの飛行機なんかよりもずっとピッカピカなんだもん。驚いちゃった。見たこともねえような部品もいっぱいあったぜ。勉強になるったらねえよ。本当にありがとうございます。自分たちの世界のことなんだもん。お礼を言うのはこっちよ。ありがとね。頑張ってもらっちゃって。ひかりさんもめっちゃ大人だよね。とんでもない。あ、大人なんかもしれん。あんたのおかげでラークも帰ってきた。感謝してる。あんたは俺たちのちっちゃな女神様だな。いや、やめてくださいよ。しかし俺は自分が不甲斐なく思ってな。世界の一大事に大昔の船の力を借りなきゃいけないなんて。どうせなら自分たちで作った飛行機で乗り込んで神様を驚かしてやりてえじゃねえか。俺は作るぜ。いつの日か自力でマーズの向こうまで飛べるような飛行機をな。ほら、ラトビス完全復帰したな。ちょっと痩せたんじゃない？いや、あんま痩せてないか、あんま変わんないか、それは。いや、なんかちょっと感動だな、ほんと。ラークさんのおかげやな、ほんと。はい、楽しみにしてます。父さんったら神様相手に意地張ってもしょうがないじゃない。光さんにも何か願いはありますか？願いか。私はロビンが無事に帰ってきてくれればそれでいいわ。だって空島から帰ってきたと思ったらすぐに持って遠くに行っちゃうんだもん。整備するのはこっちの気持ちにもなってほしいわ。男はね、なんか冒険とか好きだよね。どっか行ったりとか。よし。光さんの願い受け取りました。まあ、もしパイロットが望むならマーズまで飛ぶ飛行機だって作るけどね。ははは、そのためにもまずは今度の飛行を成功させないとな。マーズまでは私たちがきちんと送り届けてみせる。だからチョメ、ユエリア、その後のことは任せたよ。はい。そうだチョメ、お前にはこれをやるよ。何？ロングマントを手に入れた。やったぜ、マントシリーズ。ブラックからホワイトになった。精霊樹の高さでも結構冷えるだろう。マーズなんかどれほどかわからないぜ。あったかくしていきな。風邪ひくんじゃねえぞ。あと、たまには私も仲間に誘って、あ、ヒカリさんじゃ仲間誘ってみるか。オイルの匂い好きだけど、たまには新鮮な空気も吸わないとね。ヒカリを仲間に誘えるようになった。やったぜ、ヒカリさん可愛いもんな。あの髪型が好き。お団子ヘア大好きです。蘇った男、みんなが力を合わせてこの世界を救おうとしています。なんだかじっとしてられません。ラトビスさんの工房に行ってみませんか？をクリアしました。だからこっちの方からやっていきます。最後に飛空艇の方行きます。じゃあちょっと誘おうか。詳細。仲間に誘う。はい。大丈夫。料金高くなったりしないよね。じゃあ次は空島行こうかな。確か空島だったと思う。ここからもう行けるようになってるのかな。よう、パイロットのラークだ。絶好のフライト日和だな。空島に行きたいのか。だったら俺のマシンに乗っていけよ。おっと、リッチなんていらないって。俺は飛ぶのが好きなだけなんだからな。乗ります。3人乗りになったか。あ、でもラークも乗るからな。実際問題乗れるようになったね。4人乗りか。お、いいね。でっかくなってる、確かに。ちょっとだけ。じゃ、ちょっと待ってね。あ、ペット屋さんおるじゃん、ペット屋さん。ちょっと見てみるか。見ればわかる。あなたの暮らしにはペットが必要。でも、あれがハッピーがないんだろうな。あ、ドラゴンとか扱ってんのか。すごいね。あ、ペットもレベルアップさせたらいいのが手に入るかも。じゃあ、ちょっとカット。
到着しました。カットはしてないかもしれん。早送りしてるかもしれん。モンスターが結構いたね。着ぐるみの皆さん、こんにちは。あなたたちまた来てくれたのかな。物好きだな。いや、ちょっと空島探検もしたいな。ここは着ぐるみ族の故郷なんだとさ。あ、ラークさん。地上の着ぐるみ族は間違って落っこちた奴らの子孫らしい。マジか、そうなんだ。そうなんですか？生きててよかったな。中身が綿でよかったよな。海に落ちたら大変そうだけど、吸いちゃうからね。着ぐるみの皆さんにも願い事ってあるんでしょうか？願い事？そんなもんどうすんだ？どうするっていうか。ああなりたいとか、こうなりたいとか、ハッピーな未来を思う気持ちのことです。それは願いっていうか目標だろ？そんなの誰に願うんだ？願えば誰かが叶えてくれるのか？ここの着ぐるみたちはなんていうか、独立心に溢れてるんだよ。それにハッピーなんて願わくとも、そこら辺に咲いてるからな。どういうことですか？ここに来るまでもあっただろう？いっぱい持ってるからいっぱいやるよ。どういうこと？ハッピーデイジーを10個手に入れた。かわいい、このハッピーデイジーってかわいいな。確かにハッピーですけど。まあ、強いて言うなら目標は高級な綿で腹をパンパンにすることだな。俺も、あなたたち材料にするよ。なんか裁縫師の人がここに来たらちょっと着ぐるみ族って怖いんじゃない？材料にされちゃう。なんだ知らねえの？俺たち綿をパンパンに詰めたら空に浮かんで雲になるんだ。そうなんですか？知らん。雲かわいいな。しかも黄色の着ぐるみ。チョメの色じゃないか。よくわかんないですけど、願い受け取りました。この蝶々光ったぞ。おっしゃれー。いっちょまえー。ヒューヒュー。平和な村だよな。うん、ほんと平和だと思う。普通だろう。綿無し族の世界は物騒なんだよな。綿無し同士仲良くすればいいのにな。綿無し族。でも、確かにそうですね。モンスターも人間も精霊だって綿無しですもんね。まあ、俺たちには綿があろうがなかろうが仲良くするけどな。ゆっくりしてけよ。天空の島の小さな村。人と精霊とモンスターと。そうだ、着ぐるみ。彼らに願いってあるの？空島に行って聞いてみましょう。クリアしました。あとは木漏れ日の村かな。じゃあ木漏れ日行ってみようかな。着ぐるみキャンプで楽しんだ。ハッピー。これ何？これは寝るところ？これ、まあ、後々ちょっと空島と木漏れ日の森を、ちょっと最後時間あるから、ショップ。ここにしか売ってないもの売ってます。無駄遣いしていかない。買いに来た。じゃあちょっと街を探検し、見て終わるか。こんな感じ。ちょっと早かったけどね。洗濯物。あなたは地上の人？そういえば昔、空島から落っこちた着ぐるみがいたっけ？今からどうしてるかな？子孫がめっちゃ増えてますよ。っていうか洗濯ここでも干すんだね。当たり前か。着ぐるみ洗濯って。ここは空き家なのですよ。いい療法を思いつきました。あ、別荘だねこれ。買いたい人に売っちゃいたい。空き家をリッチに買いちゃいたい。欲しいけどいくらですか？買いたいあなただったんですね。それでは気になるお値段の方。20万かー。高いね。でもあれなんだろうね。生産職やってたら楽勝なんだろうな。ケビンだよ。あのね、綿が食べたいな。お腹いっぱい食べたい。タンポポ綿がいいな。贅沢に30個。裁縫師がいたら余裕かな。じゃあ引き受けとこう。裁縫もやるかもしれないし。いや、でも裁縫の結構レベルの上の方だったら無理だけどな。断るわ。あ、かわいいこれ。何このひよこみたいなの。中には入る。あ、極上体大自然焼きを手に入れた。で、あと運搬屋さんだね。じゃあ空島はこんな感じでした。一応。売ってるものはこんな感じ。じゃあちょっと流す感じで。ちょっと最初のはカットにしとこう。適当にやっちゃったからね。こっちでちょっとゆっくり見て終わろうかね。まあ、動画はね、つなげてると思う。木漏れ日の森と天空の島。わかんないけど。まあ、どんな感じになるかわかんないけど、投稿します。いつか。じゃあ、ストーリーに戻ろっかな。